Welcome! 皆さんこんにちは、ジュディ・ヨングです。今日は私こんなにあったかなと思ってるんですけど、グッチのグッズを、お洋服とか靴とかいろいろをご紹介しようかと思います。大体私いつも言うんですが、デザインを見て、あ、いいなとか、色を見て、あ、いいなと思ったら買うんです。これグッチだったか、あ、これプラダだったかっていう、後でそれがついてくるのが私の大体の買い物の方法なんですけど、ここではこんな可愛いものがありました。まずこの小物からいきますね。これ何だと思います？こんなの。すごいのよ。見てください。こんなね。突っ張っていながらも真珠なんですね。こっちすごいでしょ。考え方がすごいよね。やっぱりヨーロッパの人は真珠みたいな柔らかいものでも関係なく突っ張っちゃおうみたいな。真珠からたくさんトゲが飛び出してるって言っていいのかしら。しかし、このライダーズみたいな時につけてもちょっとフェミニンだけどかっこいい系だし、あの絹のブラウスの時にこうつけても、あ、ちょっと大人っぽいんだけどかっこいい尖った感じねっていうような演出ができる非常に面白いイヤリングで、これ気に入って買いました。次はこれ、まだな、本当にごめんねって言いたくなっちゃうのは、まだ持つチャンスがなかなかなくて、これ可愛いんですよ。こんな柄ね、この後また見てないですね、グッチで。もうその時だけのエディションのようです。可愛いんですよ、こうやっても。あのね、レオパード柄を手書きでしてあるんですけれども、本当はちょっとしたジーンズの上下のジャケットにパッと持ってみたりするとなかなかおしゃれなものだと今でも思ってるんだけど、ごめんね。まだ全然デビューしてないです。さて次のバッグ。これは私が初めて20セレッタ出た後ですからね、30代かの時に買った初めてのグッチ。いかにもバグでしょ、見た感じ。私馬乗るもんですからね、これ見た時にね、いやバグみたいで嬉しい。これアブミですよね。それで一重でしょ。あ、袋には必ず入れましょうね。このグッチちゃんの袋がありました。そして20で、いいものってね、ベタベタしないのね。未だになんかしっかりしてますよ。全部裏まで革だから。で、詰め物は必ずしましょうね。ということで、形も崩れず、20年、30年、30年はないか、20年か。いや違う、30年以上あるんです。でも30代だったら私、何年前なの？数字わかんない。というわけで、これが私の初めてのグッチのバッグです。で、今また長いのが流行り始めて、あの当初は本当に長かったので、一時期また短くなって、また長くなったので、この子またデビューをしますね。そしてスカーフはもう皆さんね、お分かりでいらっしゃるから、あまりお考えにならないで、ああそういう色かと思っていただいていいのよ。ピンクもね、パウダーピンクが綺麗だなと思ったの。ショッキングピンクが綺麗だな。これはちょっと柔らかい感じの装いに使えるし、これは黒かなんかでパッとこもったらいいなと思って買ってしまったら、グッチでしたっていう子ですね。で、これはもうグッチショップ行って買いました、このシューズ。これね、すごく綺麗なの。もうね、大活躍。どんなに活躍しても形は崩れないし、中のところに金がちょっと入って、いかにもおしゃれですよね。で、やっぱりこのストームが出始めた頃で、足が少しこう真っ黒を履いちゃうと暑苦しい、でも黒を履きたい、そういう時にちょっとこうレイスイな感じのパイピングをしてある。このパイピングって結構大変らしくて、このお靴は気に入ってよく履いています。で、下に行きますと、これはね、どこで買ったんだかしらね、ヨーロッパでやっぱり買いました。で、履いた方がこの高さ感じないっていうか、だけど後ろは実はこんなに背が高いという靴なんですけれども、ここによく見たら、ここグッチグッチですね。ここは見えないけども、グッチグッチグッチでした。知らなかったけれども、実際は主張したんですね、グッチさんがね、自分のですよって。最初ね、ワニが貼ってあるのかなと思ったんですけど、グッチマークでした。はい、これは初期、まだね、20代の時に買ったのかな。だからこのヒールが太いんですよ。この20代とかあるやん、ね、やっぱり見せられてるの30代です。こっち数字がおかしい。でも30代でも1980年代ですからね、ヒールが太いので、今またね、太いのが流行ってるの。
またデビューしてきて、この間お靴屋さんに出して、もう一回この革を柔らかくしていただきまして、これはまた今年から来年履こうかなと思っているお靴です。さて右に行きましょうか。これはマイファーストの時と一緒に買ったバックスキンの革のスカートね。で これがまたバグがついていて、いかにもグッチらしいんですけれども、実を言うと今ウエスト入りません。どうしようかなって考えて、グッチに持ってったこれなんかここにこう少し切ってもいいからとかな、相談しようかなと思ってるんですけど、どうしても手放せない初めてのグッチのスカートでした。かっこいいよねやっぱりね今見て。そしてこれは最近買ったグッチのスカートです。革でできているプリーツってちょっと見たことないでしょ。これを着るときは上はうんとちっちゃく着ないと、下がすごいバルキーだから、しかもここに学生さんと思われるような3色のテープがついてるんですけども、でもこれもね、あの上をちっちゃく着て、そしてこれを広げて履いてブーツ履くのとちょっとかっこいいんですよ。今年の冬またデビューいたします。今度着てるの見ましょうね。でこれ私買ったはいいけれど、まだ一度も着てない。なぜなのか、このいわゆる水平さんのコート、なんて言うんでした、なんとかコート、パーカーコートじゃなくて、なんだっけ、忘れちゃった時は忘れちゃったって言った方がいいですね。なぜかこれにフリルのがついて、普通はこんなこと考えないんですよ、この水平さんジャケットは。でもねやっぱりねおしゃれなのよね、これをつけることによってフェミニンが出たので、買いとか言って買っちゃいました。これもやっぱり水平さんとか、まあ、そっちの方ユニフォームのイメージがあるんですけれども、これのすごいところ申し上げましょう。テープっていうのはまっすぐなの。しかもバイアスじゃなかった場合はこういうふうに曲がったところ困っちゃうんだけど、これ全部畳んであるの。さすがにだグッチねと思ったのは、畳んでこの丸いヘリを出してるの。じゃあ裏はって言ったら裏もやってるの。だからこれは開いて、前をちょっと開いてきても裏を見せても OK なようにちょっとできてるんですね。これはもう大活躍をしております。で丈がうんと短い。だからさっきのと合わせたらって言ったら、2つ合わせると上も下も学生さんみたいになっちゃって、ちょっと気持ち悪いかなって言われたのでやめました。でもこれもね、あのこのボタンがとても素敵ですね。さてではこれは買おうかなどうかなと思って買っちゃったものをお見せします。じゃーん、グッチのコートです。重いけどかっこよくて、前を3回ぐらい通り過ぎたかしら、どうしようかなって言って戻り、どうしようかな、もう一回通り過ぎて、やっぱり戻ってきて買ってしまいました。これがね、取ることができる。だからただの黒のキャシミヤコートにもなれば、ちょっと今日おしゃれですよって言ったらこれを見せるっていう、そんなようなコートです。暑いけどこのまま着たまま皆様とはお別れしますね。ということで今日はグッチコレクションを皆様にご紹介しました。また登録してくださいね。そしてぜひともコメントを教えてください。では次回またお会いしましょう。チャオ。